はい、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。マヨネーズ好きーヨンです、えー、今回はもう本当に女性だけのためのっていうことでまあ秘密です。はい。玉残しに乗りたければっていう題材でお話を進めていきます。で、この動画はうんそうですね、玉残しに乗りたいっていう女性の方結構多いと思うんですよ。で、まあ女子会とかしてても まあやっぱりお金持ちの人のとこつぎたいよねとかやっぱりあと合コンとかにいても年収とか聞いて「ああの人お金持ってるわ」って言ってお金持ちのところに行くみたいな <laughs> まあそんな方とかもはいまあ実際にいらっしゃいますお金を見てるみたいなねまあそういった玉残しに乗りたければどんな感じで、まあ、どんな感じの女性になればいいか。 っていうところを、まあ、うん具体的ではないかもしれませんけども、まあ、これは絶対でも必要なんで、はい、これは必ず押さえておいた方がいいです。はい、というところでですね、えー、玉のこしに乗りたいっていう方はやっぱりお金持ちの人が身近にいないといけないじゃないですか。でこれは合コンに行ってももしかしたら練習があまり、まあ、自分の目標より低い人が 来るる可能性だってあるんですよじゃあ何回行って、まあ、それに、えー、まあ年収が1,000万とかいる人のところに何回目に当たるかっていうところもあるので、まあ、そこら辺は最後まで聞いてみてください。はいでは、まあ、女性のための、まあ、秘密の玉残しに乗りたければっていうことで、えー、どれぐらいの女性がはいえー、まあ 目標を理想としてるかっていうことですね。この約6割の女性が年収300万から500万以上を理想としてます。っていうところですね。はい、まあここですよね。やっぱり。年収300万から500万以上っていうことなんですけども、えー、平成25年のまデータなんですが、20代前半は平均年収246万円なんですよ。 でも結構早く結婚する人とかも多いと思うんですよ。まあできちゃった結婚であったりとかまあ、そういった方って20代前半で結婚してる方とかがね。多いですよね。男性も女性もでそんな方が。じゃあ子供さん生まれてまあ、年収。これだけでやっていかないといけないのに。まあ実際に女性の方がま理想としているのはこの300万から500万以上。 っていうところになってます。で、これは男性が悪いわけでも何でもないですよね。やっぱり会社がまあ、そこまでしか支払えないっていうのもありますし、まあいろいろ経済がね、はい、こんな状態になってます。ね、20年前とかだったらこんなんじゃなかったですからね、もっともっと高かったわけなんで、で、あとそうですね、まあ、理想としている。 まあ、多分ねこの約6割の女性が300万から500万っては言ってますけどもあればあるほどいいじゃないですか。はい、なので、まあ、平均じゃあ年,あその年収が年収1,000万から1,500万ある人はどれぐらいなのかって言ったら、えー、全国でですすね4しかいないなんですよそしたらまあ合コンに行って100人中4人しか これぐらいのまあただでさえそうですね 100, 100回その合コンに行って100人とお会いしたとしてもそこで4人いるかどうかなんかわからないところですしうーん年収がすごく高い人の場にね行けばもちろんあるんでしょうけどちょっと厳しいですよねここに出会うっていうのはね。はいでまあ、そういった、ま、お金、 が欲しいみたいな人ってやっぱりお金だけで見ると嫌われちゃいますでこれはもう男性もやっぱりこのそれぐらいね年収これぐらいとってるっていう方であれば人を見る目っていうのがすごくあるので、えー、ここですねまあお金目当てなんでしょうねっていうところ見られてしまったりまあ、そういった、えー その男性の前では、まあ、バレバレな態度をとってしまったりだとか、まあ、もちろんあとは警戒してしまうその男性の方が警戒してしまうとかそういったところを見た時にあこの子はお金でついてきてんねんなって思ったらもうそんな女性いらないじゃないですか。逆ののの立場を考えてももららったらわかるとと思うんですけどもなんか僕のこと好きじゃないのに なんかお金だけでついてきてるんじゃないかなとかお会計の時もなんかもう僕しか支払わないみたいな,、はいまあ、なんかそういったところで、うん、やっぱりここは見られてしまいますよね。それだけはいちょっと気をつければいいいのかなっていうところです。そしてなんといってもですね多くの女性は恋愛一番なんですよねもう彼氏できたら友達と遊ばないっていう方も多いです。 で、実際に私も結構恋愛したので、まあ彼氏が一番みたいな感じだったんですけども、これは男性からしたらすごく重たいんですよ。で、男性ってじゃあ何かっていうと、一番はやっぱり仕事なんですよね。仕事をしないと大黒柱にもなれないんで、はい、ちゃんと仕事をして、その次に彼女とかなんですけども、 やっぱりこの女性はね恋愛が恋愛一番なので彼氏っていうのがまあ一番になってしまうから重たくなってしまいます。でそういったところをまあ、夢中になれることをね女性も見つけたらいいんじゃないかっていうことではいここ「趣味など」っていうことで書いてますけどもまあ、このね趣味が合えば一番ね楽しい2人ともが趣味があったら一番楽しいんじゃないかなっていうところですね。はい そして、まあでもここは夢中になれることを見つけるっていうことなんですけれども、はい、<laughs> まあこの「稼いでいる男性の近くに行くためには」でここですよね一番まあやっぱり玉のこしに乗りたいっていうのがこのテーマになってきます玉の腰はい。でここがテーマになってくるっていうことはうーん、稼いでいる男性の近くに行かないといけないんですよ。 でも普通に探したらあんまりいないんですよね。なので、えー、やっぱり女性でも賢くなって、まあ、頭を使わないといけませんよね。でそういったところから、まあ、その男性にとっても、まあ、ビジネスが分かる女性になるっていうところです。でこれは私たちもなんかいろんなそういうビジネスの グループとかがあるんですけどもそういったところに行ったら本当にね億万長者の方とか年収何億とかもう普通に稼いでる方って多いんですよね。まあそういったところでなんかナンパ塾っていうのがあったりとかもするのでまあそういったところでもいいですしうん必ずそうですねなんか。 やっぱり自分も輝いていかないと男性の目には止まらないですよね。そういったまあ千年収1000万から1500万取っている方の目に止まるっていうのはやっぱりもうすごくま美人さんであるとかまあ可愛いとかそんなのもあると思うんですけどもやっぱり輝いてる女性じゃないとうんこの人と一緒になろうとは思わないんですよね。はいなのでまあ、そういったところは。 一度見つめ直していいいいいたただけたらいいんじゃないかなかと思いますで、まあ、私も,もう、ね、30今年今月31歳になるのでいろいろ恋愛経験もしてきましたしそして、まあ、玉のしに乗りたいなとか思った時期もあったんですけれども、うん、そ,のそういった女性の相談であるとかあとは、まあ、ビジネスが分かる女性になろうっていうことで私も今ね半年前から、えー、頭を使ったりとしながら。 ですねえーまあ、収入バスガイドっていうことでバスガイドももう卒業しちゃいました、まあ、そんなところからですね、まあ、ビジネスの,の、まあ、基礎もお伝えすることができますし恋愛のことも相談が乗れますのでぜひぜひ一度ご連絡くださいお待ちしてます最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました